こんにちは、デザイナーのアリさんです。今日は実際にスタジオでメディアサイトを作った時にもっと回遊率を上げたいだったりとか、サイトの改善をしたいってなった時のおすすめの Tips 5選を紹介していきます。では早速やっていきましょう。ではまず一つ目ですね。記事の、最後の記事末になる部分なんですけど、そこに関連記事だったりとか、おすすめ記事だったりとか、同じカテゴリーの記事っていうのを入れておくっていう部分になります。これはまあ実際に記事読んでくれた方って、一番最後のアクション を、ね、をどうしてほしいかっていうのが記事作ってる人によると思うんですけど、それはお問い合わせにつなげたいのか、次の記事を読んでいただいてもっと、情報量をしてほしいのかっていうので変わってきます。で、関連記事なんですけども、こんな感じで、これは、メルカリショップのマガジンの設定なんです。関連記事を入れているような形です。これ多分同じカテゴリーの記事を設定している。で、その下に同じカテゴリーで、引っかからなかった人のために、人気の記事なんで、できるだけパイの多い記事っていうのを、一覧で出していく。で、その下に新着記事っていうので、できるだけすくい上げるような記事下で仕組みをしています。で、リデザイナーのマガジンの下の方に見ていただくと、こんな感じですね。関連記事っていう言い方も、どういうふうに言うかって、人によってよく受け取り方変わってくると思うんですけど、この記事を読んでる人はこんな記事も読んでますっていうような形で、こう類似のユーザーのニーズっていうのを見せるような形で関連記事を表示しています。これは3件だけですね。で、これも近しい件数というかを3件出すか、こんな感じで関連記事出して、新着記事出して、で、まあ、人気記事を出してっていうような形もできます。で、このたくさんいっぱい出して、それ出す方とこのちょっとだけ出すっていうののこうどういうふうに判断したらいいんだろうなっていう思うと思うんですけど、まあ、一つは、スマホのユーザーさんがどれだけ多いかとかで判断していただいたらいいと思います。スマホだと今 PC で見ているとこうたくさんわーってあってもそんなに気にならないと思うんですけど、スマホだとすごく縦積みになって長くなってくるので、まあ、スマホのユーザーさんがメインの場合は、ピックアップした、3記事を用意するとか、もう次に動線として読んでほしいこの1記事を厳選して出すとか、そういった方針になってくるかなと思います。では、2つ目ですね。これはサイドバーの活用になります。まあ、こんな感じですね。これはキャリアモデル開発センターさんのメディアサイトの詳細ページになってます。こんな感じで、本文の、テキストがある部分と、過去こちらにサイドバーがあって、執筆者の情報だったりとか、まあ、最新記事っていうのが見れるようになってます。で、こんな感じでサイドバーを活用した、メディアサイトの構成ですね。こっちのメルカリの、ショップスマガジンもサイドバーにカテゴリーとか、タグを入れているような形になってます。で、こんな感じで、サイドバーを活用して次の回遊につなげるような形で、スクロールしている中で、あ、この人の書いた記事一覧見たいなっていうので、回遊していただくだったりとか、こちらで記事の一覧が見れて、じゃあこの中でまた記事読んでみようっていうような、サイトの中でこう動いてほしい場合ですね、入れてサイドバーで情報量を補足してあげるっていう方法もあります。で、こちらもやっぱりレスポンシブのデザインになってくるので、こうスマホで表示した時にやっぱり下に行ってしまうので、まあ、これがその PC のユーザーさんどれだけいるかとか、それにタブレットのユーザーさんどれだけいるかっていうのを、見極めながら Google アナリティクスとかで見ながら、どういった構成がいいのかなっていうのを考えてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。3つ目、シェアボタンの設置にいきます。で、この記事下に皆さんシェアボタンっていうのを入れることがあるかなと思います。この記事、Twitter に拡散されたいなとか、LINE で共有したりとか、Facebook で共有したりとかして、SNS 上で拡散されたりとか、コメントとか、ユーザーの声とかを、コメントした状態で発信していただいて、そこがいいねだったりとかリツイートしていただいて、また Twitter から、Facebook から、LINE から流入するっていうような形を想定されるからなと思います。で、ここの、SNS のシェアボタンですね、こちらもちょっとリッチに設定するということができます。で、こっちのあるはスタジオのサイトなんですけど、まあ、こんな感じでちょっとバナーっぽく、見せるようなことができます。これ Twitter と、Facebook になります。で、こちらもこんな感じで、いいねの Facebook メインですねであったりとか、 Facebook、Twitter、ハテナブックマーク、ポケットっていうような感じで
各シェアのボタンもちょっとリッチに表示することによって、ある程度そのセクションの広さっていうのを担保できるので、そこからあの拡散につながったりとか、どんどんツイートしてもらえる仕組みっていうこともよりあの流入だったり拡散だったりっていうのにつながる部分になります。おすすめの構成4つ目ですね。これはまあ記事内にまあバナーとか画像を入れていくっていう形になります。これもすごく参考になるかなと思うんですけど、最後にやっぱり記事の最後にどういう風なアクションをしてほしいのかっていうのがその記事作った背景にあると思うんですけど、これは簡単にネットショップを開設するっていうことがこの記事を作ったゴールになると思うので、そこがちゃんとバナーとして、これテキストだと少しこう流されてしまうというか、それだけこう記事をバーッと読んできて、まあ、メリットとか分かった状態なんですけど、この記事の最後に行くに従ってもう人間の集中力でなくなってくると思うので、こう見過ごされてしまうっていうところに、最後にちゃんとこうバナーとして、目を留めてもらえる仕組みっていうのを入れておいて、でここのちゃんとネットショップっていうのを目立たせて、お問い合わせだったりとかその申し込みにつなげるっていう仕組みを作るっていうのが、まあ、よりこうユーザーに行動させてほしい、目立たせたい、キャッチしてほしいっていうところにつながってくるかなと思います。その見落としを防ぐっていうところを含めて今4つ目を紹介しました。今記事内でやることの Tips を4つ紹介したんですけども、まあ、実際ユーザーさん記事を読んでもらった時って、まあ、その関連記事に動線として移行したりする場合もあるんですけど、まあ、多くはこうトップページに移動するっていうケースが多いかなと思います。なのでこうトップページの構成を、もちろんそのいきなりトップに来るユーザーさんもいるんですけども、記事詳細を見ていただいてトップに来るユーザーがいるんだっていうことを理解した上でサイトの構成を作っておくっていうところが、よりあの回遊率を上げる、仕組みになります。例えばですね、はい、これユートラストさんの、メディアサイトになります。これあのおすすめの記事っていうのをメインで3つ出してるんですけども、ここからまあカテゴリーごとインタビューだったりとか採用事例とかコラムっていうのを分けていたり、その各カテゴリーが一覧で見れたり、まあ、キーワードって言われるタグですねの分類が入ってたりっていうので、記事詳細から来たユーザーさんがトップページに行って、あ、なんか気になるのはあるのかなっていうのを結構包括的にこう俯瞰で見れるような仕組みだったりとか、こう注目な記事っていうのをあのパンと出すような仕組みをしている形になってます。すごい綺麗なサイトですね。はい、これもリデザイナーの、マガジンサイトです。これもピックアップですね。もうとりあえずここに記事詳細から来てトップに行った時にこの記事だけは見てほしいっていうのを1記事だけ載せるっていうのはすごいかっこいいなと思います。結構ここに 2,3 記事載せることが結構多いかなと、スライドにさせるみたいなケースが多いんですけども、これだけ見てほしいっていうのを1記事載せている。であとは新着の情報を載せて、ここもかなりサイドバーを活用してカテゴリーだったりとかタグと一覧を見せるような形で、もちろんそのバンと見せたい、記事がありつつ、その包括的にこういうメディアサイトとして情報量があるよっていうのを見せているような形になります。でメルカリのショップマガジンもこちらかなりサイドバーを活用していて、まあ、ショップのガイドだったりとかっていうのとはバナーで見せつつ、カテゴリーだったりタグが設置されているっていうような形になってます。では、まあ、メディアサイトを運営していく中でおすすめの構成5選を紹介させていただきました。まあ、今後あの回遊率上げたいとか記事の詳細で何かしらアクションをさせたいってなった時に、まあ、どんどんそのユーザーさんにとって、まあ、見落とされないような構成だったりとか目立たせたいものに関しては、まあ、画像だったりを使って、まあ、目立たせる仕組みっていうことができるかなと思います。ぜひあの過去のメディアサイトですごく参考になる構成いっぱいあるので見てみてください。ではありがとうございました。バイバイ。